ファームストーリー、Welcome! Wonderful Life! こんばんは、皆さん。クギズナオです。本日も、牧場物語、Welcome! Wonderful Life をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日ね、見た目が前回と違うんですけれども、私、キツネの、VTuber でして、ね、本当の姿がこちらの、クギズナオなんですけれども、前回は、人間に化けている時の、クギズナオくんですので、というわけで今日はね、こちらもね、すごい僕好きなんで、こちらでもやっていきたいと思います。ということで、今日はこっちのアバターでやらさせていただきます。交換コでやっていきますので、よろしくお願いします。というわけで、やっていきましょう。で、前回さ、俺さ、高倉のことさ、終盤さ、片倉って言ってたよね。片倉とか言ってたからさ、何言ってんだ俺と思って。自分では高倉って言ってるつもりでも、片倉とか言っちゃうときあるんで。だけど、前回ね、牛の世話忘れてたんですよね。自分で見返してて思ったんですけど、牛の世話忘れてて、牛のね、ご飯もあげてない状態だったんで、ああ、ごめん、ひそか。申し訳ない。買えばあるかな。30個も入ってるわ。ここでいいのかな？ん？あ、直接あげたみたい。よかった。乳絞りしていきますね。よいしょ。使う。おお。一日、うわ、すげえ取れるじゃん。え、こんな取れんの？一日2回取れるとか言ってた。ああ、もう出ないよって言われた。一日2回ね、取れるとか言ってたけども。所定の場所からちゃんと入れとこう。ここだね。よいしょ。4つ入れて、売っときましょう。お花も売れたりすんのかな？お花売れないかな？あ、お花売れないみたいだ。野生のお花は。でも単価25ってなってんね。これは売れないみたいだ、でも。よし、寝ていこう。うわ、豪華な料理だ。なんだ？何の記憶だ？豪華な料理の記憶が出てきたんだけども。なんだ？あれは。連続ドラマ、夏見の声。どうでもいいわ、夏見の声。天気を申し上げます。前線が近づいてますので気をつけてください。雨なるって曇りから。今日は大吉。コミュニケーションを取りましょうだって。料理もできるのかな？あ、料理もできるみたい。サラダとかスープとかできるみたいだ。あ、ご飯あげてあるちゃんと。高倉が入れてくれたのでしょうか？サンキュー高倉。高倉がご飯あげてくれたわ。じゃあ、1日2回絞れるっていうか、まずは牛小屋で、ご飯あげて、OK。ご飯あげて、絞っちゃいましょう。これ2個入れとくのかな？これ2個入れるのかな？ 2 つある。入れるところ。あ、2つ。あ、食べた。2回ミルク絞れるから、2つぐらい入れといた方がいいってことなのかな？出ないのか。出ないみたい。ということで、畑のお世話していきましょう。よし、畑にお水あげたぞ。なんか目が生えてんだけど、これなんだろう、この目。この目なんだろう。謎の調べるって出るね、でも。香りハーブが入っています。香りハーブってなんだ？取り入れ。しまっとこう。香りハーブ。あ、香るハーブってことなのかな？なんか調味料とかで。なるほどね。その香りなのか？肥料撒いていこう。よし、次は、株を植えていこう。株を植えていこうじゃないかと。あ、株はペッパーからインディゴの月だから植えらんないわ。なんか植えらんないなと思ったら。じゃあこれしまっとこう。なんか植えらんないと思ったら、早めに気づいてよかったわ。しまっとこう。この体、四頭身だ。鏡見たらなんか出てきたんだけど、何これ。ファッションを変える。この体四頭身だって面白いの。なにこれ何これなんか変なのあるんだけど。なんだこれ。あ、髪の毛色変えられる。ちょっと青っぽいからこれだと白にするわ。お、なんかこっちの方が可愛い。こっちにしよう。なんかふわふわついてる。手に。よし、色変えたぞー。こっちの方が俺っぽいね。高倉何やってんだろう。多分時々また、片倉とか言っちゃう時あるから、気にしないでね。若かりし頃の高倉？
と綺麗な女の人が吠えてます。え、本当は高倉なんかアップしてみてる。ほら高倉結婚してたんか。高倉結婚してんじゃん。一人身かと思ってた。結婚してるかどうかわかんないね。あ、高倉傘も刺さずに。よう、頑張ってるか。動物を、放牧したら小屋の中へ入れた方がいいぞ。はーい、今日はちょっといろんなとこ行ってみようぜ。あ、波じゃない、あれ波の日何やってんの。波は朝から元気だね。あー冷たい。なんで雨なんだろうね。こっちは知りたい。誰プイプイの夢はここの島に、ここ島、ここ島ってかな。プイの夢はここ島に行くこと。プイでもここ島に行くにはお金がたくさんいるって聞いた。プイプイの持ってたもの全部お金と交換してもらったけど、まだまだ全然足りない。プイお前いい人そう。プイの夢一緒に叶えてくれる。プイ、いや、ってことはお金よこせってこと。ここにも魚がいる。プイ、何このプイ、誰あのプイ、何あのプイ。変な気を食べてますか。いいえ、なんかのイベントかなこれ。絶対食べちゃダメじゃんこれ。やたらめったにキノコは食うもんじゃないぜ。サイクスのとこ来たんだけど、うわ誰かいる。誰、カーターだ。ああ、君は牧場やってる人だね。カーターだ、よろしく。発掘と手伝いとたいときは発掘現場に来てくれたまえ。ただし私がいるときにな。だって、え、なん か女の子がいるよ。フローラ、あなたは青さんですよね。私はフローラと言います。考古学の研究をしていて、滝のそばの発掘現場で教授を手伝って発掘をしています。だって、発掘はいいけどちょっとお顔を見せてほしい。フローラさんちょっとタイプかもしれないから、ちょっとお顔を見せてくれる。メガネかけてるな。メガネはかけてることは確認できる。毎日毎日ひたすら発掘、これが地道で大変そうに見えて実は楽しんでやってたりします。だって、フローラさん美人の匂いがプイプイするぞ。プイプイ、さっきのおっさんじゃねえけど。ああ、フローラさんちょっと顔見たいな。山の方行ってみようか。こっから山上がれそうな道があるの。花は摘んでこう。謎に何のためにあるんだろう花。え、タヌキ、この辺りは住処にしてるようです。タヌキがおるぞ。なんか白黒のタヌキがおるな。なかなか見ないけどね。たまには遠くの町に行くのもいいかも。6時間くらいかかるけどどうしようかな。って遠くの町遊びに行く。たまには逃げ場所もいいよね。え、あ、もう夜になっちゃった。なんだあそこは。なんだ、時間潰すための場所なのかな。うわー、無駄な時間を過ごしてしまった。気をつけないと。なんだあれ、まさかの遠い町は時間潰す。6時間ぐらいだからあれだよね、天候変わるの待つとか、なんか時間潰すために町に行って遊ぶみたいなあれか。いらっしゃらなかった、マジ変な時間潰してしまった。まあいい、今日はやることなかったしな。でも町の人に話しかけたかったのにな。まだ8時だ、まだ間に合う。テントウムシばあちゃん、ああこの辺で来なさった青さんでしたね。私は見ての通り年老いでガリのおじいさんと一緒にこの和製台にゆっくり余生を過ごしているんです。ファッションセンスないな。そんで、ああこの間いらした青さんですね。どうですかこの和製台には。実は私も世界を旅してここにたどり着き、気がつけば宿屋をやらせていただいたりしてます。だって、どないでっか、お仕事もう慣れはった。まあぼちぼちやったらええと思うで。いや関西弁、関西弁なんやすけど、このおばさん、このおばさんまさかの関西弁、関西弁やったぞあのおばさん。関西出身かあの人。あ、ナミが出てきた。ブルーバードからナミが出てきた。こんばんは、いらっしゃい、ゆっくりしていってちょうだいね。疲れた時はあったかいものでも飲んで元気になってね。だって
おう、いらっしゃい。ねえ、頼むかい？それとも話がしたい。この和製谷ではみんな自由気ままに生活してるんだ。あんたも自分の生活を楽しみな。ありがとう。お花つきそうだから持ってきた。あら、綺麗な花ね。私にプレゼント？よかったらどうぞ。本当に？ありがとう。お花大好きなの。マジ？お花好きらしい。もう一個出てきた。もう一個出てきた。お花好きらしいわ。ナミにもお花あげとくか。ナミお花好きかな。お花好きそうじゃないな、まあ、いな。この子な。究極の自給自足？でも、お花は食べられないと思うよ。だって。え？ここの人たちパーロットの月になると嬉しそう。まったく何がそんなにいいのか。ね、冷めてんな。お花あげるっつってんの。ああ、そういうものが好きなのか。まったく変な人間だな。だって。なんだよ、こいつ。ナミ性格悪いじゃん。いや、夜遊びは今からが本番だよね。何それ？野草？そんなの一体どうするの？だって、ふざけんなよ、マジで。興味ないやつはもらってくんねえんだな。興味ねえやつはもらってくんないシステムなんだ。でも、このシステムいいよな。従来はなんか、嫌なもんあげるとさ、嫌われたりとかするけど。やべ、もう10時過ぎてしまったわ。帰ろ。また料理の夢見とるわ。高倉さんのメモがあるの。ここの住み心地はどうだ。分からないことがあったらノート見てくれ。高倉いいやつだ。おはよう、フィル君。よし、今日も元気に酪農していこう。今日は父出るか。お、今日は出た。おお、今日は出たぞ。お、なんか生えてきてるぞ。これはトマトだね。トマトはきっと連作できるはずだと思うんだけれども。おお、イチゴも成長も結構早いね。そりゃそうだよね。成長早くないとさ、時間がさ、あんまないからさ、月日のね。俺も今庭にリアルで畑作ろうかなと思って一生懸命ね、庭の木を伐採しててね、本当にね、こんぐらいね、大きな感じの木が入ってたんだけどね、こうやってね、今日ね、伐採しました。こんぐらいね、根っこまで。超大変だった。しかも3本。超大変でしたよ。冷蔵庫に牛乳高いとこ。お、ぷいぷいやん。何やってんの、ぷいぷい。和製谷の探検飼育の、ここがどんな場所か高倉ノートに書いてあったの。なんだ。高倉ノートいいよ。ってくれることもある。あ、これ、研究家の人やん。美人やん。もっとここで顔知るとはな。もっとみんなと長くなりたかったら、掲示板を欠かさずに見るといい。いろんな頼み事を貼られて、そうなんだ。掲示板が頼み事貼られてるんだ。バーンさんは決まった日に行商にやってくれ。毎月3日と8日だからな。忘れないようにだって。買い取りもやってるみたいだから、いらんものがあれば売るといい。大事なもの以外は大体売れるはずだって。失敗した料理も買ってくれんの、バーンさん。あ、そうなんだ。あったかくなってきたっぽいだって。つうことは何？今日バーンさん来る日？あ、バーンが来る日やん。今日行商に来てるはず。どっかにバーンはどこに来てんだ。探しに行こう。これは掲示板か。サダンに使いたいからトマトが欲しいの。うちのお店用だからベストおばさんにはちょっと頼みにくくだって。俺の品は卵5個、ミルクスープが欲しい。あれを飲むと疲れが取れる気がする。ミルクスープ、ゴーディー。スイカの種5個。なるほど。ミルクスープのをメモった。ミルクはあるからスープ作れんのかな？お、ミルクだけできんじゃん。必要な材料。お、できた。オッケー、これをゴーディーに渡しに行こう。ゴーディーいるかな。スイカの種もらえるぞ、あいつから。お、チビスケ、ヒューだっけ。
あ、牧場のおじさんだ。誰がおじさんだお前。お兄さんと呼べ。ゴーディーはどこにいるんだ一体全体。これ誰の家。お、お父さん。いや、元気かい。わ、すげえ。カウンターが42キロ。42キロも走ってんのこの人。その辺のマシンや機器に触らないでくれよ。この曲なんなん。この曲なんなん。なんなんこの人。いや、器具だらけ。器具だらけや、ここ。しかもめっちゃ賞取ってた。めっちゃ賞取ってる、ほら。なんなんここ。嫌な曲。あ、そうだ。お屋敷もね、あったんだった。女の子いたよね。セリアさんだったっけ。あ、この子だ。なんだっけ、名前。ルミナか、全然違うわ。あら、アオさん、こんにちは。こんにちは。今日はバーンさんが業者に来られる日ね。アオさん、もうお買い物済ませたんですか。まだ。あら、じゃあ、今、ゆっくりお話ができないですね。だって。え、どこに来てんの、業者。女神のしずくあげる。あ、それ私は大好きなんです。いただいてもいいの？あ、そうなの？あげる。わーい、ありがとうございます。かわいい。玉残しするか。え、誰？怪しいやつが庭にいるぞ。怪しいやつが庭にいるって。これセバスさんじゃないよな。パサラン。勝手に話しかけられた。わしはパサラン。世界2番目の花、あ、双子の花火職人の一人だよ、きっと。ってことは、こいつがもう一人、もう一体いるってこと。なんでチューリップなの。チューリップなんだよ、なんかチューリップなの。ちなみに一番は双子の兄のケサランじゃ。ケサランパサなんてこと。はぁ。じゃあこいつ弟ってことか。波平みたいな髪抜けしちゃって。鍵が買っているようです。あ、セバスチャンだ。真実こはダオ様ですね。牧場頑張ってください。私はロマノ様のお世話を頑張らせていただきますって。猫抱っこした。なに。あら、青さん暇にしてるからいつでも遊びいらっしゃいね。だって、高級な家やな。高級な家や。あの子の部屋どこだ。ここっぽいな。意外と狭い家だね。お屋敷にしてや。行商人どこに来てんだろう。ルミナちゃん教えて。入ってちゃった。行商、あいつ行商人じゃね。あれ、こいつか。違うな。誰。こーわ。片目機械なんだけど、待って。こーわ。牧場物語は今までいたことないタイプのロボット。バドック。おう、わしは医者のバドックだ。よろしく。医者の目してねえ。え、下も、下、あいつトランクスじゃね。さあ、バンの店を開店しますよ。え、バン、え、ああ、こっち。さあさあ、どんどん買いに来てください。やべえやつが。こいつパンツだってした。短パンじゃないだろ。調子はどうだ。無理しちゃいかんぞ。優しい。優しいあいつ。片目機械なんだけどあいつ。今までの牧場物語シリーズね、いないタイプの。初めて見たけど。あ、あそこで行商やってるわ。あそこで行商やってやがるわ。待って、奥に女の子いる。待って、奥に可愛い感じの女の子いる。誰そうかい、そうかい。だけど慣れないうちはなんとか、何かと大変だろう。困ったことがあればいつでも頼っておいで。ありがとう、ありがとうだけど、ありがとうだけど、顎長くね、顎長。そうだ、弟のマッシュ、あ、あれ弟だったんだ。
弟のマッシュにも何かあれば手伝うように言っておこうか。私が農場でビシシバシ鍛えてあるからね。雨でなかなか役に立つよ。いや、いいですよ、そんな。じゃないのよ。イケメンなんだよな、あいつ。あいつイケメンなんだよ。マッシュ、ちょっとおいで。弟なんだ。なんだ、今忙しいんだけど。いいから、おいでったら。女の子だったらドキドキイベントなんだろうね、これ。チって。超めんどくさがりやん。マッシュ、あんた青が小松ちゃんと出たってあげるんだよ。は？なんだ急に。だってせっかく青が来てくれて早稲田がにぎやかになったってのにさ、新生活がうまくいかなくて頼りに頼れないまま出ていったなんてことになったら悲しいじゃないか。ベストめっちゃいいやつだけどね。にぎやか？まあうろうろするやつがちょっと増えたなとは思うが、性格悪いマッシュ。あんたね、そういうところだよ本当に。めっちゃ喧嘩し始めてる。めっちゃ兄弟喧嘩し始めてる。って、ああ、何？どうした？しまった。急ぎの用事があったのはすっかり忘れてたよ。は？青、話の途中で悪いんだけど、私はこれで失礼するね。ベスター、どうした？マッシュ、あなたは任せるよ。俺、魚商人のとこも行きたいんだけど。は？おい、ちょっと、ま、すまん。ベスターは人の話を聞かないんだ。そういうとこあるんだ。そうか。どうしたどうしたどうしたマッシュ。話下手なんやな、イケメン。何か困ってるのか。めっちゃいいやつ、めっちゃいいやつなんだけど。待って、めっちゃいいやつマッシュ。そうか。ならいいんだ。めっちゃいいやつなんだけどマッシュ。じゃあ俺も仕事があるから、これで。いや、走ってった。あら、口下手なんやな、口下手なんやマッシュは。でも優しいんだ。一応気にかけてくれたぞみんな。いや、優しいやマッシュ、イケメンで。いや、お姉さん、フローラ、あー、メガネ取ってほしい。こんにちは。発掘してるとずっと夜みたいなもんなんですけど、あたりは花も綺麗に咲いてるし、いい気分ですよね、この季節は。って。ほう。待って、バーのとこ行きたいんだけど。あ、ムームーさん、こんばんは。こんにちは。あったかいわね、すがすがしいわ。いや、ムームーが一番なんかいいよな。ルミナ、今度ルミナ。バンのとこ全然行けねえんだけど、待って。バンのとこ全然行けねえんだけど。こんにちは。こんにちは。いつでも受付中。女の子からの会話は。私のこと覚えてますか？ルミナね、覚えてるよ。丘の上の見えますか？あのお屋敷、さっき話したけどね。さっき話したのもう忘れられてる。あそこのお屋敷で、ロマナおばあさんと、おばさまか。ロマナおばさまなんだ。羊のセバスチャンと一緒に住んでるんです。分かってるよ。さっき言ったもんね。さっき言ったよ。私、小さな時に早稲田に来たから、同年代の人との話し方がよく分からなくて、でも今度いらっしゃる時は何かできたな、いいなと思ったんです。思っていたんです。いや、結構。お。またよかったらお話ししてくれて嬉しいです。それじゃあ、失礼します。走ってた。いや、ルミナ、絶対俺のこと好きやん。ルミナ絶対俺のこと好きやん。気になってるやん俺のこと。ああどう。私世界中をやったら仕掛けられたよ。私は世界中を回っていろんな珍しいものを売り歩いています。3日と8日に店を出しに行きますので、どうぞよろしく。よろしく。いらっしゃい。どんなご用で？売るが上なんだ。何か売っていただけるんですか？いや、お花買って。じゃあこれ俺が育てた花なんだけど、すっと嘘つく。俺が育てた花なんだけど、これ買ってよ。あとこれ私に行かなきゃ、ゴーディーに。それなら300ゴールドで引き取りますか？ありがとう。ありがとうございます。おお、花、ちゃんと出た。他にね、ご用は買う。何をお求めですか？あ、ブラシがあるよ。普通の釣り竿もある。普通の釣り竿待つね。
通の釣り竿をまず買おう。釣りは大事よ。あとはブラシも買っとくか。ここでしか買えないのかな。やる気くれますって。ブラシも一応買っとこう。一応買っといて、ここでしか買えなそうだしな。この2つぐらいか。あー、420円になっちゃった。ワンダフルライフっていう、あ、服も買えるんだ。これ最初に選べたやつか。あとはいいわ。他にご用はないや。こいつ花も買ってくれるんだ。じゃあ花貯めとこう。花めっちゃ貯めとこうぜ。ゴーディーだよね。ゴーディーは、機械みたいなとこじゃなかったっけ。あいつなんか、芸術家みたいなことやってたよね。あれは、セピリアさんだ。どうしたの？この子かわいいね。話に来た。話に来た。こんにちは、青さん。この季節、すべてがみずみずしくて気持ちいいわ。セピリア結構好きだな、俺。お花いります？セピリアさん、お花いります？どうしたの？話に来ました。あの、素敵なものを持ってるわね。あげる。いいのかしら？大切にするわ。いい人や。ゴーディー？ゴーディーだろ、ここ。いた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 。ミルクスープ。見せる。何の用だ？掲示板のミルクスープ見たよ。あ、ここで渡すね。おい。どい。すまねえな。助かる。これは俺からの礼だ。スイカの種だ。じゃあな。それだけ？飲んでくんないの？飲んでくんねえわ、ゴーディー。ミルクスープ。変わり者だな、ゴーディー。ゴーディー絶対変わり者だな、あいつ。今んところでも全員女の子いいよね。みんな誰が好きか、もし見てる人いたらコメントで教えてください。誰が、どの女の子が好きですか？セピリア、今のセピリアさんなのか、ルミナちゃんなのか、ムームーなのか。ムームー名前変だよね。ムームー名前変なんだよな。誰がみんな好きですか？あとはあのフローラか。あとナミも多分。ナミはどうなんだろうね。ナミもだね、多分ね。その5人ぐらいかな。やが楽しいことない。花見でもする？お前花嫌いじゃん。野草とか言ってたじゃん、さっき。はい、こんにちはです。この季節になるとおじいさんとこの早稲田にやってきたことを思い出します。あの時も花が綺麗に咲いていたんですよ。だって。はい、こんにちは。この季節になるとおじいさんと早稲田にやってきたと。これめっちゃラブラブやん、この2人。あの時も花が綺麗に咲いて、同じこと言ってる。同じこと言ってるわ。お、畑もやってんの？おじさん、やるやん。ここの畑はティーのとこの宿屋と共同で使ってる。ずいぶん小さい畑を共同で使ってらっしゃる。もうちょっと土地あるやろっていう。ここはなんだ？ここもカン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 言っとるの。これ科学者の家が、あの、頭とんがり。やっぱそうや。汚ねえな、ここのやつら。お、あいつ、キセランじゃねえ。いや。こんなに人がいては実験がはかどらんではないか。ブツブツブだ。お前ケセランか。ケサランか。早稲田に用来たらわしはケサラン。世界一の花火職人じゃ。双子のパサランと間違えるでないぞ。だって。パサランが花ね。お前ニコニコマークなんだね。ここもなかなか面白いぜ。ここは絶対臭いな、ここ。なぜこの自重は私の実験を邪魔しに来るのか。ブスブス。邪魔じゃっけ。お前実験邪魔しに来てんの。お前実験邪魔しに来てんの。出れれ。実験邪魔しに来てるらしいよ。実験邪魔しに来てんだ、あいつ。なあ、入り浸ってんだ、あいつ。へえ。おもろいな。だいたい10人分かってきたね。何やってんの、こいつ。え、こんなとこ何やってんの。何やってんの。何やってんの、こんなとこで。何やってんのお前。あくがいいな、ここと行きたいぷい。でもお金は同じこと言ってる。お金をくれたらぷいぷいしてあげるぷい。なんだよぷいぷいって。お前人のためにならないからな。お前鼻でも集む。いや、超止まってる。頭に超が止まってる。お前お金集めるんだったらさ、お前ずっと山にいるんだから花集めて300ゴールドでさ、あれだよ、売れよバーに。100円あげるわ。じゃあ恵んでやるよ。もう不老者やん。ぷい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 
お前とてもいいやつ。これで夢に一歩近づいたぷい。本当に助かるぷい。また来てほしいぷい。国交島、まだまだ遠いぷい。なんだよお前、ぷいぷいしてあげるってなんだよ。魚食べたいぷいじゃねえよお前。要求だけしかしておれこいつ。ともきとともこも元気ぷい。ともき、ともこ知ってるかぷい。その辺くるくる回ってるやつ、いつも一緒にいるぷい。あ、蝶々のことだ。蝶々のことだ。これともことともき、ともきとともこっていうのあれ。どうでもいいわ。なんだあいつ。こんにちは。やあ君、今日も海は穏やかだよ。ついでもするか。あ、なんかアージが釣れた。アージ、魚が食べたいとか言ってたからあいつにあげるか。食べるもんもうないのかもしれない。あ、目の前で食っちゃった、ごめん。お前ポポダニ知ってるぷい。知らんわ。誰も知らないぷい。知らねえわ。これあげるよ、見せる。おい魚、おい生で食えよお前。俺も生で食ってみたぞ今。それくれるぷいぷい。ぷいぷい、嬉しいぷい。怖いよぷいの顔が。あ、しまった、ポケットに、魚ポケットにしまっていく。何なんだあいつは。あ、波がいる。昼間から声かけてこないでよ。あんた海の向こうに何か知ってる？知らなくても面白いよね。もう何なのこの人。情緒が、情緒があいつ。あ、俺種植えなきゃ、スイカの。波の情緒がやばすぎるっていう。話しかけてこないでとか言って。いや神いる、でっけえでっけえ神。誰の、ペット、誰かのこれ。誰かのペットなの絶対これ。首の赤いバナナが特徴的です。これ絶対誰かのペットだろう。フローラのペット、年中フローラのペットなのかな。俺訓練ってあるの。デビット、あおちょっと来てほしいの。ちょっと森に来てほしいの。森に来てほしいのだ。どうしたの、どっから話しかけてきたの。急に今デビットの、デビットじゃねえよ、今フィル君の訓練するとこだったんだけどな。この泉はまあ眠っているの。泉には女神様が必要なの。でもこの泉にはまだ女神様がいないの。きっと女神様は迷子なの。ほう。泉に女神様が来るにはいろいろと条件があるの。ほう。一つは泉が綺麗なこと。一つは海のそばに住む生き物たちが幸せなこと。一つは僕たちが素敵をいっぱい集めること。僕たちが素敵をいっぱい集めること。素敵だから僕たちは素敵をいっぱい集めなくちゃいけないの。素敵がいっぱいでもっと素敵なの。でも素敵って何なの。何なんだ。よし、とにかく素敵を探しに出発だ。出発出発。素敵って何だ。でも素敵って何なの。何なんだよ。素敵って何なんだ。女神様の条件がなんか俺にはあまり関係ないことだったの。別に俺が素敵集めるわけじゃねえし、家まで帰るのが大変で、家に戻してくれ、呼び出したんやったら。では、今回はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。結構あの月がね経つのがこれ早いゲームなんで、もう3日だもんね。結構ね、3日で結構育つから、いやー楽しみですね。なっていっぱい出荷して、もっとねあの種買ってこうかなと思います。月日が長いやつ、うん、もうちょっと頑張って、種植えて野菜も育てていきたいなと思います。ではありがとうございました。ご視聴また次回見てください。ぜひよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとう、見てくれてありがとうねー。